ちょっと内藤一気飲みして。え、ちょっと内藤それ一気飲みしてよ。なんで、なんで。笑顔が見たかっただけ。結婚してください。内藤結婚への道。ということで、皆さんこんにちは、私はネデスウェイン。しばしばです。大変です。おくんです。宮城です。ということで、皆さんお集まりいただきましたけど、はい、内藤結婚への道ですよ。おめでとうございます。そろそろ30歳っていう年で、まあ結婚、んそろそろ30歳ですか。30歳。すでに、まあ、結構ね、結婚意識するじゃないですか。はい。で、俺最終目標はもうずっと言ってますけど、女優と結婚すること。おお、これなんですよ。なので、いろんな恋愛系の企画に挑戦して男のレベルを上げていきます。おお。で、今回第1弾、おおうちデートです。イエーイ。今回ですね、このおうちを借りて30分間女の子とデートします。おお。そして、その30分で惚れさせます。で、まあ普通に30分間おうちデートするだけじゃ面白くないんで、はい、4人には女の子に好き勝手に指示を出してもらいます。おお。ということで、じゃあ今回、お相手してくださる女の子をお呼びしたいと思います。うにさんでーす。よろしくお願いします。あー、どう、俺じゃないよ。うにさんじゃないですよ。僕が待ってますから。ここで止まらせないでくださいよ。止まらせないでください。もう今の時点でアウト。はい、うにさんでーす。うにさんは今回、ライバーですよね。はい、ライブでライバーさせていただいて。はい。なので、完全初対面です。なので、もうゼロベースからスタートします。うん、なので、30分間、はい、よろしくお願いします。はい。はい、お願いします。じゃあ、それでは、内藤結婚への道、せーの、スタートです。うん。さあ、ということで、今から、30分間で、うみちゃんを惚れさせたいと思います。今回、ガチでやります。ふざけなしで、みんな、俺に惚れすぎんなよ。あ、どうもこんにちは。やっほー。なんか買ってきてくれてる。あ、そう、今日ね、コンビニでいろいろ買ってきたんで。始まりましたね。オンバーディー。あ、じゃあここ座っていいですか。うん、どうぞ、どこでもいいよ。あ、ありがとう。いきなり指令出そうかな。はい。髪型変じゃない、お願いします。隣でいい。あ、隣来てけ。なんか今日髪型変じゃない。変これ。うん。おかしい。うん、名前の方がよかった。こういうのをうまく返せるかどうかが重要ですね。確かに確かに。確かに。なんかもうあたふたしてますね。ちょっと焦ってますね。急に。定まってそこをうまいことをこう面白く返す。そうですね。いろいろ買ってきたから。じゃあこれ。何買ってきた？はい、まずね。うん、ウニッティが好きな。はい、サクサクパンダ。サクパンダ。はい、サクサクパンダ。サクサクパンダは好き。あ、本当に？うん。一口カステラ。一口カステラ。うん。可愛い。いや、でもウニちゃんも可愛いけど。ライトの方が可愛いよ。ごめん、出ちゃった。内藤の方が可愛いよ。ほんとに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 。受け入れた。受け入れましたよ。受け入れた。あとね、買ってきたのね。あ、これ。スゴジュ。スゴジュ。スゴジュ。これ知らない。何それ。これスゴジュ。ちょっと内藤一気飲みして。え、ちょっと内藤それ一気飲みしてよ。これ。うん。え、それ何？美味しいんかな。一気、オッケーオッケー、よし。一気、オッケー。本当に飲むんだ。今日は返さねえぞ。スゴジュ。滑ってんな、終始。終始滑ってんな。じゃあいただきます。どうぞどうぞ。それ飲んだらどうなるの？え、それ飲んだらどうなるん？なんかね、体が熱くなってきた。怖っ。最悪。怖っ。怖っ。熱い部屋大丈夫？脱いでいいかな。うん、いいよいいよ、脱いで脱いで。多分どっちで行くか迷ったからね。ガチでボテに行くか、ちょっとこうギャグで行くかみたいな。どれ食べたい？たこ焼きかな。あ、たこ焼き。あ、じゃあちょっとレンチンしてくるね。たこ焼き一気。たこ焼きも一気してくれるん？もちろんやん。ちゃんと大阪、大阪風な。いつも通りでいいよ。本当いつも通りでいい。じゃあいつも通り、うん、たこ焼き10秒以内で食べて。たこ焼きできたら、うん、それ全部10秒以内に食べてほしいな。で、終わったらたこ焼きの一発ギャグして。いやね。で、食べ終わったら、うん、たこ焼きの一発ギャグが見たい。好きやね。あ、分かった、それはね。それで面白かったら惚れちゃうかも。それで面白かったら、うん、なんか好きになっちゃうかもしれない。マジで。うん。いや、じゃあちょっと絶対それはいい一発ギャグだな。
マジマジしとる。いい一発ギャグが返しが下手なんだよな。ウニさんうまいっすね。ウニさんうまい、ちょうどいい感じでナチュラルでね。あれちょっと待って、すいませんでした。無理してんな。じゃあ分かった、もう熱々じゃなくても俺食うわ。うんうん、食べて食べて、見たい、一発ギャグが見たいから。なあ、そうだな。10点満点でギャグ評価するね。10点満点で評価するから、うん、あ、ほんまに。そう、ちゃんと気合い入れて。オッケー、やってな。オッケー、いくで。うん、ほんまのこれがたこ焼き境にいただく境に。10秒以内だよ。10秒以内やで。おばあちゃんのおばかにたこ焼きのこんな膜。おばあ、わかったわかったわかった。面白くはなかったけど10点。面白くはなかったけど、まあ10点、10点10点、うん、10点満点で10点、10点満点で10点。めっちゃ打った思ったより高得点で困るんですよ。やったやった嬉しいな。ちょっと恋愛系の質問とかしてもらいます。恋バナでもしようよ。なんかじゃあトッポ食べながらさ、うん、恋バナしようよ。おいいね。うんうん、今まで何人の彼女いたの。今まで何人くらい彼女おった。彼女か、うん、数えたことなかったな。最悪。最悪それ。え？ちゃうねんちゃうねん。この世の女の子は、うん、みんなガールフレンド、そう思って生きてるから。ちょっと何言ってるかわかんないな。ちょっとなんかあまり何言ってるかわからなかった。次の質問なんだけど、まあ恋バナで年収を一発ギャグで発表してもらっていい？何でも聞いてくれ。恋バナ。じゃあやっぱ女の子が気になるから。うん、年収を一発ギャグをしながら発表して、うん、見物ですね。どう乗り切るか。言わなくてもいいですもんね。乗り切れれば、うまく返せるかってね。オッケー。なんか今腹くくった。腹くくった。いいですね。ナイトは無茶振りが好きなのよ。なるほど。振ってもらうのが大好きだから。ボケたがりだね。一番力を発揮すると思う。あかんで、これこれ P やで、P やで。控え室はめちゃくちゃ受けてるとお伝えください。まあ、控え室はあのめっちゃ受けてる。嬉しそうですね。でも、ウニを幸せにできるぐらいは持ってるよ。0点。あ、ちょっと今の0点、今のは0点かな。好きな女性のタイプは。え、じゃあ、うん、好きな女の子のタイプは。ね、ロリ。ロリ。そもそも内藤は人を好きになるの？そもそもさ、内藤ってさ、人のこと好きになるん？人を愛すってのは、やっぱそう簡単には言えないよね。言えないし伝わらないよ。全部ギャグで返してるね。確かに。恥ずかしくて照れ隠しですね、今のところずっと。あ、そうだ、あっちのさ、ソファー席、あそこでさ、DVD 見る。本心が見えないんだよね。そうですね。もうよし、じゃあ、うん、もうちょっと離れて。いやー、この家なんかちょっと近いかな、もうちょっと離れてほしい。あ、ほら、だってまだ出会ってな。そんな離れない、全然離れない、全然離れない、全然離れない。心の距離はちょっと離してくれて。そうやね、うん、心の距離は離したらあかんと思うね。そうやね。ちょっと関西弁寒いからやめてもらっていい？からちょっと思っててんけどさ、うん、なんか関西弁なんか寒いって。そうか、じゃあなんかゲームでもやるか。ゲーム？うん、じゃあ山手線ゲーム。あ、いいね。イエーイ、やろうぜ。異性の好きな仕草。仕草？うん、せーの、トゥントゥン、エクボ、チャンチャン。ネクタイを緩める。うん、髪をかき上げる、チャンチャン。笑顔、チャンチャン。怒った顔、チャンチャン。腕まくり、うんうん。うなじ、チャンチャン。出えへん、ちょっと待って。わー、負けどうしよう。しっぺ、しっぺ、しっぺ、いいよいいよ、しっぺ。じゃあしっぺするね。じゃあいくぜ、お仕置き。ピッチ、優しい。優しい、出ちゃったな、優しいとこだな。見てるのが恥ずかしいですね。じゃあ次、山手線ゲーム。なんかお題出してえな。好
きな魚。好きな魚、うん、好きな魚。魚好き。せーの、ちゃんちゃん、スズキ、ちゃんちゃん、シャケ、ちゃんちゃん、マダイ、ちゃんちゃん、ウナギ、ちゃんちゃん、エンガワ。エンガワって部位じゃないですか。フグ、ちゃんちゃん、サーモン、マグロ、うん、え、ちょっと待って、シャケとサーモンって違う。シャケとサーモン、おい、シャケ言ったよ、私言った。罰ゲーム、魚ギャグ。罰ゲーム、はいはいはい。まあ、じゃあ、うん、私、しっぺやったから、うん、内藤は、うん、魚のギャグ。ギャグ好きだ。ギャグ好き。いいですね。ギャグしてる時一番今どういい気がします。ね。もう10点って、もう10点。もう10点、もう10点。もう10点でいい。あ、いや、あ、そうなの。うん。かわいそう。いやー、そうだな。じゃあ、デートコース。うん。次、どこ行こうか。今度のデートってことやな。うん、そうやな。遊園地とか、ディズニーランドとか。え、でもディズニーは行きたい。あ、行きたい。うん。ディズニーでどのキャラクターが好き？ね、チップとデールが好き。どっち派？チップとデールどっち派？ね、花が赤い方、どっちかわかる？デール。すごい、デール。デール、デール、デールが多いな。オルタナチャンネルだとどっちが好きかわかる？オルタナチャンネルやったら、どっちが好きかわかる？そんな。めっちゃ急にやってた。そんな。なんか申し訳ねえな。もう一人なんかケムクじゃないやついいんだけどさ、なんかそいつに申し訳ないな。なんかこういうことを言わせちゃうのなんか申し訳ない。私、KK。 私は、うん、KK が好き。嘘つかーい。嘘つかーい。いつ恋してますね。いや、でも盛り上げようとしてますね。可愛い系が好きなんだ。可愛い系が好き。あ、じゃあ俺もちょっと可愛いところ見せようかな。甘えちゃおうかな。あいうえおで甘えていってもらっていい？じゃあ甘えてもいいけど、あいうえおで順番に甘えてきて。あー、マジで、うん、あ、いいよいいよ。じゃあ、あ、じゃあね、あからね、うん、はい、いきますよ、うん、明日どうする？い、犬も連れてこう。う、牛とかもいるよ。え、笑顔が見たかっただけ。お、女って最高。違うね。書いて途中までなんか良かったのに、ね、うん、じゃあ家業で女子を落とすセリフお願いしていい？かきくけこで。じゃあ次は、うん、家業で、うん、あの女の子を落とすセリフが聞きたい。いいの？そしたらもううにちゃん本当に落ちるよ。最後100点満点で発表するね。じゃあもし最後よかったら100点満点で評価する、うん、考えてます。じゃあか、じゃあ言ってください。はい、か、花分の季節になりましたね。木。金木犀の香りも漂いますね。く。くだらでは、あの町人が活躍してるのに。け。結婚しようか。こ。今晩ね。ちょっとダメだったな。動画でもカットだね、これ。ちょっとじゃあね、もう一回、もう一回。今の。動画でもカット。今の場合ちょっともう一回やらせて。じゃあ作業でプロポーズ。じゃあ作業でプロポーズの言葉。うん、あ、いいよいいよ。うん、あ、じゃあもう本当に楽しそうだね、内藤さん。こういうのが好きなのよ。そうですよね。じゃあさ、遡ることは2年前かね。し、最後そう振るときに電話が来ちゃったって言って。死にそうだった目の前に現れた救世主。好きだって言えたらどんだけ楽だったろう。戦争が二人を引き裂いた。それでも伝えたい。あ、ちょっとごめん、電話来ちゃった。え、え、聞かなくて電話、うん。あ、じゃあちょっとこっちの方来てもらって。あ、違う。ちょっと考えといても。あ、わかりました。ちょっと待って。あ、わかりました。はい、わかりました。お疲れ様でーす。どうですか、今のところ。ダメなとこどこですか。確かに。ちょっと、自分の世界に入る。最後どうしようかな、なんかで。じゃあちょっとこう、うにさんからも好意がある感じで最後お話しいただいたらどんな感じなのか、すいません。いやいやいや、やっていきましょう。わかりました。お待たせ。大ずかったじゃん、無理。渋ジャパからお電話かかってきた。渋ジャパってあの渋ジャパか。うん、なんか自分の世界に入りすぎてて本心がわかんないな。言うかさ、内藤さ、自分の世界に入りすぎててなんかあんまり本心がさ、今日わからんなって思ってさ。まだ動画のどっちで行くか悩んでるでしょう。
動画の、うん、あれでどっちで行くか悩んでる感じがあじゃあ本当に素でいいのね、うん、私たち付き合ったらじゃあどこ行く？マジのトーンで行く。マジのトーン。じゃあ、うん、マジのトーンで聞きたいんやけど、あよじゃあ私と付き合ったら、うん、どこ行く？お兄ちゃん何が好き？温泉好き。えマジで？うん、行こうよ。温泉行こう。うん。なんか昨日も行ってきたの、温泉。あ、そう。本当。もう一人で青森県行ってきて。へ、う、え、ん。なんか1000人が入れる混浴風呂。すごい。行ってきたの。うんうんうん。混浴してきたのそこで。混浴？混浴。でも。おじさん8人しかいなかったいいですね内藤さんね、あの距離は近くなってるんですよ。そう、かなり近くなってますね。で、しかもついたてもあるからずっとトッポタボコみたいにしてるんですよめちゃくちゃダサいそれダサいね青森県行って、じゃあそこ行って、うん、あと他に好きなのはサウナ。あとはサウナが好き。嘘マジで。うん、嬉しそう。めっちゃ嬉しそうサウナ巡りしよっか。サウナ巡り行きたい。ね、行こうぜ。行こう。内藤と付き合ったら楽しそうだね。趣味合うから、なんか内藤と付き合ったら楽しそう。いや、そう、そうなんだよ、うん、マジで楽しませる自信はあるな。で、あと他に趣味は、うん、友達と恋人の違いってなんだろう。あと趣味、私の質問はいいから質問していい？いいよ。じゃあ、うん、友達と恋人の違いなんやと思う？難しいこと聞くね恋人は、うん、独占したいかどうか。うーん、友達は、独占欲がないかどうか。お互い好きだけど。あー、なるほど。うん、だから独り占めしたいと思ったらそれはもう恋だよね。なるほどね。うん、で、じゃあどう思う？恋人との違いはなんやろうな。難しいな。難しいよね。難しい。永遠のテーマだよね。じゃあ最後、私にちゃんと告白をあ行でしてもらっていい？いや、私のことはまあいいか。じゃあ、うん、私に、うん、ちゃんとした告白をあ行でしてほしい。わかった。あ行でね。ガチのやつね。そう、ボケなしやで。これで最後ですね。はい、そうですね。じゃあ行くね。うん。あ、あのさ、今更こんなこと言うの遅いかもしれない。う、後ろを振り返ってもいつも君がいる。え、笑顔の君がね。おおしまいにしよう。友達関係は62点。イエイ62点。おお、どっちだろう。おおいきましょうか。あ、ごめん、まだやってるんで、ごめんなさいいや、もうウニさんの限界がもう来てるまだ楽しんでるから、ちょっとごめんなさい。はい、ディスタンスをしてくださいグッドポイント。はい、ということで、30分ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？実際多分結構好感触だったんですけどいや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 、なんかぎこちなかったよね、常に。そうですね、めちゃくちゃの対応良かったよね。良かった、素晴らしかったっす。はい、ね、本当に笑ってくれたもんねこっち側の反どういう感じで見られてたか分かんないから。あ、逆にうまくいきすぎちゃって申し訳ないなって気持ちいいです常に爆笑でしたいやー、ということで、じゃあ最後にウニさんに僕が告白して結果を聞きたいと思います。お、はい、お、それではウニさん、30分間ありがとうございました。結婚してください。ごめんなさい。やだあ、じゃあ置いといてお願いします。違う違う違う撮影用と本当用じゃない全部本当です。全部本当マジですか？え、どこがダメでした？なんかね、途中でも言ったんですけど、うん、自分の世界に入りましたあー、リアルだっけちょっと鳥肌あー、いい意見ですね。バラしちゃったらダメですもん。確かに、ちょっと怯えてたもんね細かく震えてたもんね、ガーじゃあ逆に、ここはまあ、良かったかもしれないみたいなのがありました。ね、なんか女の子へのちょこっとした気遣いは良かったかな、うん、チョコレートとか可愛いの買ってきてくれたり。あ、本当ですか？山手線ゲームして、うん、場を楽しませてくれたり。なるほど、そういうのが良かったかな。すごい11キロ見してたけど怖いっすよ。怖かったですね。いやー、ということで、とっても勉強になりますありがとうございます。いやー、これでね、一つね、階段上がったんじゃないでしょうか、うん、これからも僕の結婚への道は続くんで、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします。いや、頑張ってほしい。道のりは長そうだ一番遠いんじゃないということで、ぜひね、初の恋愛企画楽しんでくれたらグッドボタン、そしてチャンネル登録のお願いします。
次のステップもぜひご期待ください。さあ、それでは皆さん、お別れの時間です。ありましたっけ、そんなありましたっけ、今まで8年目で締め方忘れてるということで、ぜひありがとうございました。